はい、どうも、宮本です。こんにちは。え、紫腹がようやく出ましたね。はい。今日はメンテ時間通り終わりました。はい。で、紫腹が、あの、出る確率なんですけど、0.03%ですね。これ計算すると333回に1回ってことになります <laughs> 相当やばいですね、この確率は。当たる人は相当運いいです。で、一応これ天井がありまして、ガチャ1回回すことに1なんで、高運値が1もらえて、これは220で、絶対天井ってことになりますので、221回目で、 絶対入手できます。で、これ、初日に取る場合なんですけど、初日に取る場合は、このまず、10回でやった方が、ちょっと、ちょっとだけ安いんで、それで計算しますと、95×10×22 回ですよね。で、かけるクーポン、1クーポン2円なんで、かける ×2 で、4万1800円ってことになります。初日に取る場合は。はい。相当高いですね、これ。初日に取りたい人は。で、少しでも安くしたい人は、 この少しでも安くしたい人とか、この0.03%当てたい人とか、リセマラしたい人はここやるこのひねりつぶすよっていうところで、この紫波の写真っていうところでやっていくしかないんですけど、このアイテムをこの顔料の獲得っていうところで、これミッションあるんですけど、これミッションこなしていくと、この絵の具と、顔料、顔料と、紫の顔料というのが2つがありまして、この2つを獲得していって、このエリア2から5までを塗っていって、塗れば塗るほど、この20%、 塗ったらこれだけって、最終的に10 100%まであるんですけど、100%まで塗ったらこれだけっていうのがあって、このポテトチップスっていうのがこのガチャ回すための無あの、やつですよねア。アイテムですよね。これが全部で、えー、っと、えー、っと、260個かなぐらいありまして、それは、まず日本円に換算すると5200円分ですね。これをミッションこなしこ,こなしていくことによって5200円分のが、あの、引けます。数日かかりますけどね。 それだけ一応節約できますね。はい。26回分ですね、だいたいます、ね。あとさらに、あのー、どこでしたこれだ。このコラボショップってところでダイヤ余ってる人は、あのー、この、これですね。この475ダイヤが3回引けますんで、あと1425ダイヤ余ってる人は、だいたい日本円で2850円分お得です。 お菓子が50個が3個で150個で15回分で3000相当が引けますんで、ダイヤを待ってる人はさらにお得に引けますね。はい。ということで、紫バラゲットについてなんですけど、まあそんなところですね。はい。まあリセマラしたい人はまあ頑張ってください。<laughs> はい。ということで、紫バラについてでした。最後までご視聴ありがとうございました。